では、はい、学園便利屋シリーズをオリジナルビデオにするにあたって一番心配なさったことは何ですか？やっぱり絵がイメージ崩れちゃったら困るなっていうのと、はい、あと物語としてきちんと構成できていることが、うん、やっぱり最後の方が詰まっちゃったりとか、はい、辻褄合わせるのに精一杯とか、はい、うん、そういう感じになっちゃったら困るなっていうのが心配でしたけれども、はい、今回このビデオを作るにあたってどの辺作画で苦労なさいました？そうですね、まず第一に原作付きなので、まず原作のイメージを壊さないってことですね。それがまず第一で、はい、その後はもう何て言いますか、まあ、なるだけ僕のやりたいものをやろうと、うん、そういった部分で今回出していただいたサキっていうキャラクターが、はい、とても僕のやりたい部分に合っていたんで、そのやりたければやりたいほどまあ苦労するんですね、そういうのは。だから今回あの後半のさっきの髪の毛が逆立つあたりのところは結構枚数も使わせていただきましたし、結構苦労しましたね。あ、なるほどね、はい、アフレコに長時間お付き合いいただきましたけれど、その時のご感想はどうでしょうか？そうだな、まあ、長いっていうのはあんまり感じませんでしたけれどもね、はい、本当に、ま、見てるこっちはとっても楽しかったですけども、はい、やってらっしゃる方は、うん、大変なんだろうなとか思って、なんとなく。で、あの各声優さんに対してはどうでしょう？例えば高弘の、うん、関さんとか、はい、そうだな、とにかく関さんの声ってあの元気のいいところが本当にすごく好きだったから、はい、もうなんだろうな、高弘もそういうとこが魅力なわけだし、はい、なんていうのかしら、さっきなんて呼ぶところがありましたよね、あの辺なんか本当、うん、すごくなんていうか見てるこっちまでこうなっちゃうような、はい、感じですごく良かったですけど、それから徹の平松さんは、そうだな、とにかくねエルファンですエルガイムすごく好きだったんですよ、はい、で、あの頃から絶対もう、まあ、夢でしたけれども、はい、その時は、まあ、アニメ化するとしたら誰か一人はこの人にやってもらいたいとか思ってて、はい、うん、それでなんかアニメ化のお話が来た時にいろいろ声優さん考えてって、はい、トールっていうのが全然浮かばなかったんですよね、で、昔見たアニメを思い出してみようとか思って、まあ、エルガイム好きだったから、はい、それを思った時に、あ、そういえばダバにはやってもらいたかったとか思って、はい、うん、それでもなんていうか本当勝手に自分の希望で、今回ちょっと出番少なかったですけどね。そうですね、あ、でももともと喋らないキャラクターですからね。では、最後でもないんですけれど、はい、正し役の古川さんは、あ、もう本当古川さんはね、なんていうのかしら、普段こう見てるだけでもこう普通におしゃべりしてらっしゃるの見てるだけでも正しだとか思っちゃって、はい、うん、本当に一番イメージあったっていう感じですね。ですね、今回あのやるときにあのイメージアルバムの方の聞かせていただいたんですけれど、はい、その時聞いたやっぱ正しのイメージが一番強くて、それをコンテ書く上でも結構役立ったと思うんで、結構あのイメージは強いですね。そうですね、はい、うん、そうですね、あとはそう、さっきの翔真由美さんはどうでしょう？あ、すごく良かった。そうですね、本当に私が別に指名させていただいたわけじゃないんですけれども、本当嬉しかったですね、はい、今回、熊野ピーターとか、それから、まあ、進行者じゃないや急行者に出る、まあ、さっきの精霊の先とか、こう結構物にこだわるような、なんていうんですか、そういうなんかそういう部分でなんかテーマ的な部分があったんですけれど、片山先生ご自身はそういうなんか物の命みたいなことに対してはどうお考えですか？うーん、私も小さい頃にこうぬいぐるみ持ってまして、はい、もう本当に誰に買ってもらったか、もう本当どうしちゃったのかもう分かんないくらい昔なんですけどもね、はい、ぬいぐるみ持ってて、確かピッキーちゃんとかいう名前をつけてたような気がしますけど、はい、うん、そのピッキーちゃんがもう本当にこう回すこうカタ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 って、行くのありますよね、はい、あれに乗っけていつもなんか遊んでた記憶がありますけどね、それ本当に大事にしてたから、なんていうのかな、まあ高弘の場合男の子ですけど、やっぱりなんていうか同感だなとかいう感じがありますね、本田、
川崎鈴木とまるでバイクの名前のように出てますけど、こう髪の毛の色を見るとやっぱりあホンダの色かな、鈴木の色かな、川崎の色かなっていう気がするんですけど、その辺はやっぱり意識されたんですか？これはでも髪の毛の色って無意識ですけど、あ、はい、そういえば今回あのトダチの目は紫にしたんですけど、結構これがご自身で気に入ってるようなことを聞いたんですけど、気に入ってるっていうか紫、目が紫っていう設定は後から決めたんですけどね。あ、うん、まあ、今回さっきが出てきたんですけれど、まあ、これはあの高弘と、まあ、今回まあちょっと因縁めいたというか話を結ぶわけですけれど、例えば徹が今度主人公になったとしたら、まあ、徹にもし彼女ができるとしたらそれはどんな感じの子でしょうね？年上の人ですね。年上の人ですか、うん、でもなんかファンの人の話を聞くとなんか徹に彼女を作らないでくれみたいなこと言ってる人がいるみたいですけどはい、結構なんていうのかな、徹のファンってマジに徹が好きだから、はい、下手に彼女作っちゃったりして自殺でもされたらどうしようって思っちゃいますけど。あ、うん、なるほどね。じゃあやっぱりそういう話はできませんか？まあ結局はくっつかないで好きになるだけっていうお話は書きたいなと思いますけど、ね、そうするとこの3人の中で幸福になれるのはただしだけですね、うん、そうですね、はい、はい、うん、そういえば今回使わせてもらったんですけれど、あの片山先生から見せていただいた、まあ、イメージスケッチの中に生徒会長になるかもしれないみたいなことが書いてあったので、はい、まあ、今回一期生徒会長とか呼ばせてみたんですけど、その辺のご予定は？まあ多分なるんじゃないかな、あんまりはっきり決めてないんで何とも言えませんけれども、でも正しくんは生徒会長になったら一体どんなことしてしまうんでしょうか？なんか危ないんじゃないかなって気がしますね。かなり、はい、うん、まあやり手ではあるから、その手段がなんか尋常ではないんじゃないかとそうですね、はい、まあ、その辺もなんか書いてみたら面白いんじゃないかなと思いますね、うん、いずれは書きたいですけど。そうですね、片山先生はあれですよね、はい、あの3人のキャラクター設定が結構しっかりしてるんで、みんなそれぞれ遡れる過去が終わりだそうで、はい、その辺もなんかこれからお書きになったりするんですか？あ、さっきただしの目の話ありましたよね、ただしの過去ってその目が関連してるから、その辺もなんだかはっきり書きたいなとかも、もうイメージ崩しちゃうっていうの好きだから、うん、じゃあなんか子供の頃に悪いおじさんに目を紫にされてしまったとかそういうわけじゃないですよね。なんですよそれはでもやっぱそういった過去の話っていうのも、まあファンの方がまあイメージ崩れると言って、まあ、嫌う人もいるでしょうけど、でもやっぱ見てみたいような一面だと思うんで、だから根っからおちゃらけたアホなやつはいないっていうか、そうですね、何か考えてることはあるっていうのですよね。今回この作品を作りまして、はい、で、まあ、片山先生の、まあ、ファンの方を見るわけですよね、その時にファンの方は一体どういうところを見てくれると思いますか？やっぱりキャラクターが崩れやしないかっていうそういう心配で見るんじゃないかしら、ね、片山先生自身はこの作品を見るときに、はい、まあ、さっきも言っていただいたんですけれど、まあ、さっきの、まあ、色味とかそれから、まあ、はいはい、キャラクターの感じとかそれから、まあ、全体の構成ですねとかも気になさるでしょうけれど、なんていうんですか、第三者として、まあ、一本の、新しいビデオを見るとしたらどんな感じを受けるでしょうか？そうだな、今度はだからなんていうのか、いつも相手が女の子のお話が多いから、はい、今度全然違う、例えばなんか物自体とか、はい、動物とか、はい、うん、そういうものを相手にしたら面白いんじゃないかなとか思いますね。そうですね、例えば、まあ、今回学園ビリアシリーズでしたけれど、まあ、例えばそうですね、まあ、これが例えばシリーズ化になるとして、うん、で、まあ、次回作をやるとしたらどんな話がやりたいでしょう？そうだな、あの3人組のなんていうか今までは向こうからやってきた事件を、はい、うん、追っかけてくって感じだったけれども、はい、今度はなんていうのかしら、キャラクターそのものに、うん、なんていうのかな、例えば過去とか、はい、そういうものを描きたいなとか、なるほど、思います、はい、そうですね、
割と原作の方なんか読ませていただきますと、結構トールとかタダシとかなんか過去を引きずってるみたいですし、その辺が出てたら面白いでしょうね。そうですね、うん、ですね。まあ、今回は今日はどうも長々とご苦労様でした。こちらこそ本当にありがとうございました。